こう打ってきた、打ってきた、さっき岡田さんやってましたけど、まっすぐ、あ、上がった瞬間に出るから、で、これ、遅れちゃったらこうなっちゃう、だから、早すぎる、早すぎると、ね、まだ打ってもいないんで、ちょっとダメだから、合わせるでしょ、昔合わせるでしょ、全部やらされたんですけど、彼ら、手上がってると一緒に、して、ね、打ってきた瞬間、出る。こういう感じで打った瞬間こうなってこれ合わせができないと何もできないので、だからこれすごいポイント、みんな形で一生懸命こうやってギュギュギュ一生懸命やってるけど、エッセンスはこの合わせなんですよね。合わせてってこう例えば行ってますから行ってきたの遅れてからやれば全然ダメだから、でこれ線で取りましょうって、行くは線で取りましょうって上がってきた瞬間に取ってるからっていう話ね。この合わせが基本だから。だからこう来た時に、あ、ここで合ってる。合ってるから、僕は何でもできますよ、彼は。うちに来たんだけど、うちに来た、うちに来た瞬間に合ってるから、さっきと同じ。何でもできますよ。それが。なんですよね。だから合わせの練習、だから一人が打って、もう彼が打ってきた時にパッと合わせる。もしくは、あっち来た時にパッと、で、この時は、ここにいたらやられちゃうから、この時は普通だ、合わせて、線を外して、合わせて、線を外して、誰でも平気で、今入ってるよ、そういう形で、で、どういう練習だ、合わせる練習、どういう練習がいいんだっていうと、一人に打ってもらって、一緒に手を挙げる。一人に打ってもらって、合わせる、こう見てて彼が打ってきた瞬間にパッとこういう練習、これだけ面白くないんですけど、面白くないですけどちょっとこれだけやってみましょう、ね、じゃあこれだけやりましょう。で今度はじゃあ合わせるのはいいから、じゃあ合わせながらこう来た時にこっち側にさばくから、こっち側にさばくか、この2つ来たときにこうにさばくか、こうにさばくか、この2つね、これ合わせて彼が上がったときに瞬間、上がってきたときに瞬間、こういう感じで合わせる練習、ただこれ来たときにこの線外して、この線を外してこっちから入るか、この線を外してこっちからなんだ、この2つだけ何もしてない、まあんまり近くのところに来ちゃうからよ、じゃあ、まあ、こっちはいい、こっちはこれぐらい、まあ、動かない、動かない、ここが半身になってる、こうなってるとおかなくなっちゃう、おぶおぶになっちゃうから、じゃあ半身になって腹が通ってる、腹が通ってる、腹が通ってる、で一応これ状態です。こっち側はこういう感じ。この時行ってる。こういう感じ。で、では、こういう。で、これ合わせる練習。上がった時に、こっちか、上がった時に、こっちか、この2つ。じゃあ、で、僕はこう打ってきて、彼打ってきたんだけど、パーン、パーンとここに入った。こっちは、パーンと受けてる。ここで受けてる。しのぎで受けて、ここが入ったのね、しのぎで受けて、はい、そういう感じだな、だから使ってるのはこの手がメイン、この手は別にどうでもいい手で、プロテクトしてるだけ、だから、こっちがメインだ、こっちはこっちがメイン、この手がメイン、だから出てるこの相反比だから、これ、ね、こういう感じで、この手と、これだから、こっち右手だから右手、これだったら右手ね、こう来てるか、こう来てるか。で、その時に半身じゃないと、半身にならないと、これだと届かないから、だから半身になってて、ね、こっちも半身になってるから届く。そういう感じ。長くなるから、これだと届かないから。そういう話だから。メインの手はこっち、こっちの手が全部動いてる。で、これはプロテクトしてるだけ。この手はプロテクトしてる。プロテクトしてる。で、使ってるから、
の手もこっちの手も こっちの手はプロテクトしてる。もう少しだけやるでしょ。こっちから来たのとこっちから来たのとこっちから来たの、でこれで終わった。これ合わせね、合わせるテクだったね。技のテクじゃないから合わせる、この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 テク合わせたって言うんです。合わせるって言うんです。だから例えば四方投げとか弓投げとかやりますけど、そのテクじゃない、そのテクはあるんです。合わせる、これ合わせるテクだって言うんです。そういうことをちゃんと理解してて、で合わこっちから来たらこの手そのまま来ると回ってくると腰を投げて、だからこうね、でこのまま来ると腰を投げて、こういう感じになるから、合わせる程度パンってやって、これが一番大事なところ、パンとこれ合わせた、合わせたのがそのままつながってきて、手はあまりバラバラしないように合わせる、この合わせる、この合わせる、これ大事です。こう合わせて、こうだからそのままね、こう来て、こうだからそのままそれだ、違う違う、こうそのままつなげて、繋がってるのパーンって一息でこうーっと最後にやった方が結構なるんですね。何しろ合わせるのにさ、ね、あ、すいません、一息やった、今一度もやりました。じゃあ今度は右へ動かす、外から来ればパーン、これ繋がってきて、でずっと上がってきて、内側から来ればバーンってやって、そのままね繋がってるの、ね、こうしたら繋がってる、これ繋がってる、こうこうしてバーンって繋がってる、できるだけ一息で、このせっかくこうつながって、なんかつながってんだ、つながってるの一息で、一息でやった方がいいんじゃないかと、じゃあお願いしますので、まあいい、あの、いいなりましょう、あ、9年合わせてね、来てるから分かってるじゃないですか、来てるのタイミングが合ってる、分かってる、こう、ね、それで首もらったり、ね、首もらいで、今はみんなこういう方向、こういう方向でこういうのに来た、こう来たのはこういう方向全部来た、こういう方向でこう、今度こういう方向じゃなくて、今度こういう方向に行きやりたいよね。そうすると一球みたいになってくる。例えばパーンって来て、ここまで来たら今度こっちから入る、反対回り、そう、向かってなりますよね。こう来て、今はこのままなんか四方投げやったりしたのに、今度これをこっちから回すっていうの、こういうふうに、そういうふうになるね。こう来たか、こう来たかの違い、ね、そういう話だ。で、それの練習、でこうなって、そのまま行ったらこうなんだけど、これこっちからこう、そういう練習、同じだけど、回転だけ違う、回転だけ回って、ここまで来たら、今度来たら、回ってきたら、今度はこっちから、
一挙。一挙はね、一挙は、一挙はね、全然もう入ってんじゃん。先の技っていうか、システムはこれだとこの技みたいな。打ってきてる。これこの技でしょ。この技になっちゃった。最初はその理解のために、出せ。それから、持って。相手だけ違う。相手方向違う。じゃあちょっとこれやってみましょう。ここから、こう来る。一つ前は、こう来たんだ。それが、この手が、で手だけ行ったら先に、手だけ行ったらこうなっちゃうから。だから先にこう来て、手はこっち来るんだけど、体が先に動く。で手はこっち来る。裏は別にどうでもいい。裏は同じなんだけど、裏はこう来て、このまま。今逆回転って言いましたけど、このままこの来て、バンと行ったのはこっちに、こっち、こっち、こっち、こう、それでこう来る。こっちがね、こっちがね、こう、こっちがね、ここに入ってくる。あ、気持ちはある。ただ先に出ればいいんじゃなくて、体が先に入る。それではこの手は最後まで残ってる。体ちょっと難しいけど、ここでしょ。ここに来たのはこっち、ここに来たのはこっち、こっち、タイミングがちょっとずれてるんだけど、足ボディが先に行ってちょっと来て、こう来てここに来たんだけども、一つ前はここに来たんだけど、これがこっちこう来て、こう来て、ここに来た手がある。こう来て、ここに来て、こう。こういうふうにね。この間から難しいですけど、こう来て。じゃあこれやってみましょう。この手の代わりに、ここに。タイミングがちょっと足の体のタイミングの方が早いけど、位置もらうためにこうやって、こうやって、こうやって体を振り返って、手の内は下がってくる。ちょっと腰つけられる。紐がもう上がった時に入ってる。こういう形だから。だから上がった時に入ってるってことは、もう入ってる。終わってるってこと。だから そのタイミング、そのタイミングで、ちょっと線の稽古ね、線の稽古しかない。上がった時にもう終わってるから。ってことは、上がった時にはもう出てくる。そういう風にやってほしい。上がった時じゃない。そうはいくから。基本的な一手は線の形。だから自分から打ちましょうとか言ってるじゃないですか。自分から先に打っていって、彼が止めた、この手と、ね、先に僕が打っていって、彼が止めました。止めました。そこから打ってる。そういう勢いですよね。もともとの勢いの考え方。線の考え方。だから、打たれてから何かやろうって、もうさっき言ったら、違っちゃった。基本的には、君から出てる。君から。やった方がいいかな。じゃあ上がった時はもう終わってる。上がった時にはさっき終了されてました。上がった時にはこういう。じゃあ最後これもね、これもだから持たれて、はい持たれて、さえありますよって言ってんじゃん。遅いのね。だから彼が出てきた時にはもう終わってるって形してもらってしょうがない。こうやってよいしょってやるんじゃなくて、もう出たら終わる。出た時には、彼が来た時には終わる。来た時には終わる。
来た時の近いんだけど、出た時に線もらってるから、線もらってるから、線もらってるからこうなっちゃうね。そういう感じでやった方がいいんじゃないかなと思うんですね。じゃあまあ少し練習しましょう。こうになって